皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。徳川亮介の物語ラジオ第7回目始めていきたいと思います。ちょっとね、体調崩してて実は喉が枯れてるんですが、聞き取りづらかったらごめんなさい。今週ですね、27日月曜日から、今日までですね、実は僕の、友達のフランス人のジャグラーボーがですね、ボーという名前の、ポイというジャグリングを、得意としてる人がいるんですけども、彼が、僕の今生活してる沖縄に遊びに来てくれました。で、この数日、5日間ですね、彼と一緒に生活、いろんな時間を過ごしたので、今回のラジオではですね、その話をしたらできたらいいなと思ってます。一緒に滞在していろんな時間を過ごす中ではしゃぎすぎて体調を崩しているんですが、聞き取りやすいように、声でですね、そんな声で、話していければいいなと思っていますので、最後までどうぞ聞いていってください。よろしくお願いします。はい、今回のラジオですね、ボーの話です。ボー、BOW と書いてボーというね、名前のジャグラーで、フランス人でですね、今は、ドイツのベルリンに滞在している、もう世界一ポイがうまいジャグラーですね。でポイという、ボールに紐がくっついていて、その紐の端っこを持って、振り回したりするジャグリングのことをポイというんですけれども、で特に彼はですね、そのポイを、空中に投げる、ポイそのものをそのたくさん投げるジャグリングを、今、世界から注目されるような形で、トップを走ってる、技術的にもトップを走ってるパフォーマーです。彼とはですね、実は、今回で会うのは3回目ですね。初めて会ったのは、去年2023年の5月、僕が仕事で、ドイツに行った時に現地で会いました。以前もこのラジオで少し話したんですけれども、5月にですね、ドイツのウーゼドムという町で開かれるフェスティバルに参加するためにですね、ドイツ行ったんですね。で、そのイベントの、1週間前にはベルリンにですね、しばらく滞在していまして、そこでですね、ちょうど現地の練習場に、連れてってもらったりだとか、ちょうどその週末にベルリンジャグリングコンベンションというイベントがやってたので、そこでも一緒に練習したりとか、時間を過ごしました。現地のバリエテの劇場も彼から紹介してもらったり、いろんな情報を、教えてくれて、すごく助かったことを覚えてます。で、彼と2回目に会ったのは、ジャパンジャグリングフェスティバル2023というのが去年2023年の10月に開かれたんですけれども、そのタイミングですね。で、実は僕はその JJF、略して JJF というイベントの、実行委員長ですね。一番こうトップの存在を去年務めてましたので、そのですね、JJF の、ゲストパフォーマーですね。海外から呼ぶ海外ゲストとして、ボーが来てくれました。先ほど話した5月の段階で、彼をゲストに呼ぶっていうのは、水面下で交渉をしていた段階で、ほぼほぼ確定で決まっていたので、5月のタイミングで、その僕自身が、彼本人と、直接いろいろな話をできたっていうのは、10月のイベントを準備する上でもとても大事で、助かった瞬間ではありましたね。で、10月にもですね、また再び会って、とってもいいショーを、してくれて、でまたまた、彼と会いたいなと思ってたらですね、今回日本に彼が来たのがですね、実は、今先週かな、5月の26日まで、東京でポイのワークショップをやっていたんですね。ジャグラーのマロさんという方が、主催するボーを特別に招待した、
スペシャルのワークショップをやっていたと。でその目的のために、彼は来日してまして、で、インスタグラムでですね、来日が決まったタイミングで、まあ、東京以外にもいろんなところに行きたいというふうに投稿をしていて、おすすめがあったら教えてほしいと、彼がインスタのストーリーに上げてたんです、上げてたので、せっかくなら、まあ、僕も沖縄に いてで、まあ、仕事でこっちに来てるから彼と会えないかなと思ってたんですけど、まあ、あの気軽に今沖縄でショーしてるからもよかったら来てよって、まあ、あのなんだろう、軽い気持ちで彼に話したらですね、本当にチケットを取って遊びに来てくれたというような、いきさつがあります。月曜日に彼が来て、で、まあ、直接会ったのは28日ですねの朝にですね、一緒にご飯を食べてボードゲームを遊んで、で夜には、僕のショーを見に来てくれてみたいな感じでですね、3日間4日間かな、直接会って、過ごしました。木曜日28、29日にはですね、まあ、僕がちょうど仕事も休みだったので、海辺で、一緒に動画を撮ったり、夜には、琉球大のスタジオジャグリというサークルのメンバーも含めて、室内で体育館で練習をしたりだとか、そうですね、昨日も少しショーを始まる前にですね、海辺でいろいろ話したりだとかしてました。で今日、朝にですね、彼が今度は大阪に行くというところで、空港に、那覇空港に僕も一緒に行って、送ってきたというような時系列になります。はい、今回ですねやっぱり思ったのが、そのまあ、ベルリンにいた時にすごくやっぱり彼にとってもいろんなとこ案内してもらって助けられたっていうのがあって、だからこそやっぱり沖縄に彼が来てくれるっていうのが決まった時にすごくこう、なんだろうな、その時に恩返しができるみたいな気持ちもあって、すごくなんだろう、頑張ってもてなそうみたいな風にも実は思ってたんですが、でもやっぱりまあ、来てみるとですね、まあなんていうんですかね、ただ純粋に一緒に時間を過ごしてて楽しかったなっていうのが思いますね。でやっぱりその僕自身、例えば今気に入って沖縄で生活してますけど、気に入ってる沖縄だったり、まあ、日本のことだったり、今働いてる劇場のことも彼に知ってもらえて、でまあ、すごい劇場も素敵な空間だねみたいな話もしてくれて、なんかその何だろうな、自分の好きなものを、紹介できたっていうのはなんかすごく嬉しいなと思ってます。なんかそうやってこう、何だろうな、お互いの考えてることとか知ってることとかを、まあ、共有し合っていって行くことがですね、まあ、その何だろうな、僕がジャグリングをずっと続けてる理由なのかもしれないなっていうのを、なんかふと俯瞰してみた時に思ったりもしましたね。やっぱりそうやってこうそれぞれまあパフォーマンスを続けていく中でいろんな人と出会うので、そういう人たちが、まあ、何を思って、何が好きで、どんな世界にいるのかっていうのを知っていくことも好きだし、まあ、自分のその好きを伝えることも好きだなっていうのは今回思いましたね。で、まあ、4日間ぐらい、まあ、彼と過ごしてて、まあ、彼は母国語、まあ、母語は、フランス語で、まあ、英語もすごい、うまく喋れるんですけれども、まあ、僕も彼と、まあ、英語でコミュニケーションを基本的には取ってて、で、まあ、僕自身も英語はなかなかずっと長い間勉強してたというようなバックボーンがあるわけではないので、まあそれこそ、まあ中学生の習う英語ぐらいですかね、実際喋れるのは。でもまあ
彼と話していく中でですね、すごくこの数日で英語力が上がったなっていうのはなんか実感しています。例えばその爆発的に何か語彙が上がったとか、言いたいことをたくさん喋れるようになったというわけではないんですけど、まずその口がその英語を喋るモードになったというかっていうのはすごくありますし、耳もやっぱりたくさん直接彼と話をしたいっていう気持ちを持って、そのモチベーションを持って、でその話をするためのツールとしてやっぱり英語を使うというのがあったので、喋ってることもやっぱり聞き取れますし、やっぱり話すテーマもジャグリングのことが多いので、僕興味のあることが多いとなると、やっぱり聞き取れましたね。昨日とかは本当になんか英語でも夢見たりして、こういうことあるなみたいな、去年ドイツに行った時も英語で夢見たりしたんですけど、なんかそういうのも思い出したりしながら、なんかそういう風にこう自分がまた少しずつこう変わっていく、変化にもちょっと楽しみながらこの数日を過ごしてました。あとはですね、彼が今ベルリンに住んでるので、前回のラジオでもちょっと話したんですが、今後僕はドイツにもちょっと興味があると、ドイツの劇場で働いていくっていうことにもちょっと興味があるので、実際そのドイツでの生活はどんな感じなのかとか、ベルリンで例えばこう部屋を探すときはどんな苦労があるのかとか、月にいくらぐらいかかるのかとか、ベルリン以外の街で例えばいい場所はあるかとか、そういう話とかもこう直接、体験してる人の話を聞くことができましたね。結構いろいろなツールで今はその海外での生活を調べることはできますし、これまでも調べてたことあるんですけど、例えばそのドイツだとベーゲーって呼ばれる、英語だとアルファベットで WG ですねと書く、そのシェアハウスみたいなスタイルの、シェアハウスですね、シェアハウスの形式があるんですけど、そのベーゲーは実際はベーゲーについて他のタイミングで聞いたことがあるんだけど、実際はどんな感じなのみたいな話を聞いてみたりとかっていうことをやっぱしてて、興味持ってやっぱりいろいろ事前に調べたり、ネットで知ってる情報、本で読んだ情報、テレビで見た情報はあるんですけど、やっぱ実際にその体験してる人の声を聞くっていうのはすごくありがたいですし、その体験に基づいたエピソードを聞くことで、その自分自身のそのドイツでの生活に対する解像度というか、頭の中で想像するものがすごくこうさらにクリアになったようなことがありましたね。やっぱ何を言いたいかっていうと、やっぱりその直接、そういった人たちとから話を聞くってすごい大事な時間だなって思いましたね。と言いつつ、でも本当に彼からすごくいろいろもらってるだけでももしかしたらきっとないのかもしれないなと思ってて、情報欲しいっていうようなコミュニケーションをずっとしてたわけではなくて、英語でも今回そのさっき英語力が上達したって話しましたけど、英語でいろいろ冗談を言えるようになってきてて、最近で彼の言う冗談もわかるし、僕もそれに対してこういうシチュエーションだったらこうとかっていろいろ返したりできて、純粋にやっぱりまた一つなんていうんですかね、尊敬するアーティストでは当然あるんですけれども、やっぱり一人の友達として
今回一緒に過ごしててとっても仲良くなったなって思いましたね。ですね。なんかね、今回いろいろこの4日間を思い出しながら話してるんですけど、全然実は、まあ、あの台本とかも実はなくて、なんだろうな、このラジオのコンテンツ的にあのこういうなんだろうな、あんまりこう役に立つ話なんか実はないんですけど、まあそれでもいいかなと思って、まあその彼と過ごした日の思い出をですね、まあちょっとシェアできたらいいなと思って話しました。はい。ですね。まあでもね、なんか彼もまた日本にも来るかもっていう話をちょっと聞いてるので、まあ、また再び会える日をすごく楽しみにしてますね。であとはまあまたなんか彼とドイツで出会うっていうのもきっと楽しいなと思うので、そんな日が来ることを願って、まあ英語の勉強だったり、まあ面白い作品を作ってバリエテのシーンにこう売り込んだりとか、なんかそういうこう自分の目指したい未来に向かってやれることを、まあ改めて一つずつやっていきたいなと決意を新たにしております。はい。全然まとまってないけど、まあ今回はこんな感じかなというところでですね、この、徳川亮介の物語ラジオではですね、僕のジャグリングに関する身の回りのことだったり、まあ今日みたいにですね、いろいろ日々起きたことをシェアしたり、するそんなラジオでございます。僕のこの YouTube のチャンネルでは、ジャグリングの技の解説の動画とか、いろんなイベントに参加した話とかしていきたいと思っておりますので、ぜひチャンネル登録して、いただけるととても嬉しいです。今回の動画の感想もあればぜひコメントよろしくお願いします。それでは、今回も最後までお聞きいただきありがとうございました。